アルバート・ギオールソはアメリカの物理学者、科学者。周期表に含まれる12の科学元素の発見に関わった。1915年7月15日、カリフォルニア州カリフォルニア州バレーホに生まれた。父親はイタリア、母親はスペインにルーツを持つ移民の家系である。カリフォルニア州アラメダで育った。住みの近くに、 オークランド空港があったことから航空学を志し、ハイスクールでは航空クラブの副部長を務めた。また、無線技術にも関心が深く、10代の時に製作した短波通信機は当時の軍用設備よりも性能が優れていた。敬験なカトリック信者である母の影響でキリスト教を信仰していたが、後に無神論者になった。しかし、キリスト教の倫理道徳は、 彼の中に深く刻まれていた。1937年、カリフォルニア大学バークレー校で電気工学の学士号を取得。生涯で博士号を取得することはなかった。卒業後、バークレーで無線技術を用いた事業を営んでいたレジナルド・ティベッツの元で働いた。仕事のプロジェクトでカリフォルニア大学放射線研究所と接点を持ち、グレンシー・ボーグの目に留まることになった。 また、この時知り合った二人の女性のうちカ数とは、シーボーグの妻となり、もう一人のウィルマベルトは、ギオルソと結婚して60年以上の長きにわたって、連れ添った。第二次世界大戦中の1941年、マンハッタイ計画のためにシーボーグと共に、シカゴに移った。様々な放射線分析装置を開発し、そのうちの一つ48チャンネル波行分析機は、アメリシウム。 キュリウムの発見に貢献した。戦後、シーボーグと共にバークレーに戻り、60インチサイクロトロンを用いて1950年までにバークリウム、カリフォルニウムを生成。その後、1952年に太平洋で行われた水爆実験の放射性降下物の中からアインスタイニウムとフェルミウムを発見した。1955年にはメンデレビウムを発見。 1957年、バークレーに14線形加速器を建設し、1974年までに6つの新元素の発見に関わっている。合計12もの新元素を発見した記録は、ギネス世界記録に認定されている。1969年ハワード・エヌ・ポッツメダル受賞。2010年、バークレーにて95歳で没。以下の12の元素の発見に関わった。 106番元素を発見した際、グレンシーボーグの名にちなんでシーボーギウムと名付けることを提案した。これは存命の人物にちなんで名付けられた最初の例となった。1999年にローレンス・バークレー国立研究所のチームが118番元素を発見したと報告し、ギオルソにちなんでギオルシウムという名称を提案しようとしていた。しかし、2002年に ビクトル・ニノフによるデータの鉄像が発覚し、ギオルシウムの名称は幻となった。その後118番元素は、ロシアのチームによりオガネソンと名付けられ、存命の人物にちなんで名付けられた2番目の例となった。ありがとうございます。